うわあ、巨大なダンゴムシが来た。逃げろー。アイスクリーム、ポテトフライ、抹茶味最高ですー。フランの寝言がここまで聞こえるな。それにしてもどんな夢を見たらあの寝言になるんだ。ふん、まあいい。ひとまず金の採掘は順調だな。約1キロ程度の金塊を保管することができた。だーはっはっは。確か1グラムの相場が1万円くらいだったので、総額1000万円くらいにはなるな。くくく、もう少しだけ採掘を継続するか。すでに持ち帰る秘策を思いついた。今回は絶対に勝たせてもらう。この世界に転送されて今日で56日目ですか。元の世界はどうなっているんでしょうね。2ヶ月くらいだから大して変化はないだろう。いずれにせよ、我々は早く帰還する必要がある。あまりもたもたしていられません。モノリスの研究を急ぎましょう。お前たち、次のボイド換気まで時間がある。それまでに貴重な鉱物の採掘を開始するぞ。貴重な鉱物？まさか隊長、金を採掘するつもりですか。金を持ち帰るのはダメですよ。バカ者、何を勘違いしている。プラスチールを探しているのだ。へえ、プラスチールですか。しかしフランに洞窟内を探してもらったが、どうやら簡単に採掘できる場所にはないようだ。プラスチールは上級の武器や設備に必要ですよ。それでどうするんだ？視覚深部スキャナーを利用する。なるほど、鉱物資源を見つける機械ですか。それなら期待はできますね。そうと決まればパパッと完成させましょう。よっしゃー、完成まで一気に行くぞ。隊長、視覚深部スキャナーが完成しました。それにしても小さな機械だの。これで鉱物が見つかるのか？ふふ、もちろんだ。ただし、鉱物のスキャンには時間がかかる。それとスキャンが完了するまで何の鉱物かわからん。そうなると、プラスチールがすぐに見つかるかは、運次第になりそうですね。根気が必要そうだぞ。ここは研究班に頑張ってもらいましょう。そういえば隊長、ちょっとお願いがあります。ん？どうしたのだ？新作料理を提供するために、新しく調味料製作台を設置してほしいのです。お、新作料理か。もちろん OK だぞ。どんな料理か楽しみですね。調味料が自作できれば料理の幅が広がります。それでは早速設置を開始しましょう。ということで完成しましたよ。ほう、これが調味料製作台か。今回は卵からマヨネーズを作っていきます。やっこい、マヨネーズ大好きだぞ。フランさんはおやつ代わりにマヨネーズを舐めます。健康が心配ですよ。皆さん、完成しましたよ。は、早い、もう完成したのか。この流れで新作料理を作りましょう。ふふ、絶対に美味しいですよ。あのポンポンの自信、これは確実に絶品料理だろうな。どんな料理か楽しみですよ。やはは、お腹が減ってきたぞ。さあ完成です。どうぞ召し上がってください。なんだか豪華な料理が出てきましたよ。よし、違うよ、お前が食レポしてくるのだ。拙者か、わかったぞ。どうせ食レポが上手なんだろうな。まだわかりませんよ。それではいただくぞ。どうした。思考、これは思考の料理だ。食レポ？いな、これは人間が評価できる代物ではない。何言ってるんだ？大丈夫でしょうか。ダメだ、胃袋がパニックを起こしている。私は休憩させてもらうぞ。おいおい、ふざけているのか。ティガーさんがふざけているとは思えませんが。大丈夫、ティガーの心情を見るんだ。究極の料理だと。あまりのうまさに体調を崩したのだろうの。すごい、というか、怖い。理解が追いつかないんですけど。すみません、本気を出しすぎました。この料理は危険だな。よし、この究極料理は今後禁止する。ポンポンよ、もっとまずい料理を作るのだ。承知。キューブ。またキューブですか。最近キューブを作る回数が増えてきましたよ。症状が悪化しています。これはまずいの。黄金のキューブの魅力に飲み込まれつつある。完全に飲み込まれたらどうなるんでしょう？わからんが、ろくなことは起きんだろうの。なんだか嫌な予感しかしません。オルジーさん、なんとか解析を急いでください。最悪自我が失われる可能性もありますからね。任せておくのだ、絶対に止めてみせる。私は何を。隊長、気づきましたか？またキューブか。はい、残念ですが症状が悪化しています。解析を急いでいるのでもう少し耐えるのだぞ。オルジーよ、頼んだぞ。それよりフランはどこに行った？それはですね、究極の料理をつまみ食いして寝込んでいます。食べた瞬間発表していましたよ。
あいつはバカか。まあ絶対にやると思っていました。すみません、廃棄しておけばよかったです。フランさんは無視して仕事をやっていきましょう。お前たち、今日は迎撃エリアの拡張を始める。へえ、拡張ですか。以前、建物があった場所に追加の防壁を建築する。すでに建築予定地に印がついてますね。それでは建築を開始していきましょう。この広さだとそこそこ時間はかかるの。今日中には完成は無理ですよ。明日中に完成できれば問題ないぞ。ひとまず完成までスキップしますか。やはは、隊長完成したぞ。うむ、完璧な仕上がりだな。これはただ防壁を拡張しただけではないですね。銃眼があることから、タレットの設置を想定していそうです。大正解だ。これなら簡単にタレットは破壊されないだろう。敵の拠点への侵入がより困難になりますね。さて、今日は残った時間はゆっくり過ごすか。やったー、そうしましょう。おい、フランよ。なんだ？貴様はつまみ食いしたので、これより24時間労働を命じる。そんなー。罰せられてきた。どんどん採掘するぞ。あれ？リビングの隣の壁が破壊されていますよ。お前たち、あまり拠点に空きスペースがないので、リビングの隣に新しく用意していくぞ。なるほど、この際壁を掘り進めることにしたんですね。加工できる岩も入手できるのでいいかもしれません。フランよ、絶対に印をつけた場所以外は掘るなよ。はい。マリサ殿、ボイド換気の準備はできているぞ。すぐに儀式を始めるか。いや、儀式は明日の朝にしようと思っている。それでは今日は手持ちの作業を進めますか。屋根の使者が来るぞ。ち、懲りずにまた来るのか。さあ、今回はどの闇の使者でしょうね。初めて見る闇の使者かもしれませんよ。来るぞ。この辺ね、この部屋に。おいおい、今回は3人で来たのか。おい、貴様ら、小娘と勝負させろ。小娘？おそらくフランのことだろうな。やはは、怠慢で負けて悔しいんだぞ。もし小娘が勝てば今回は引いてやる。フラニアス、勝手なことを言うな。まあいいではないか、好きにやらせてやれ。ルシアス、これは遊びではないのだぞ。隊長、どうしますか？敵はフランさんとの怠慢を望んでいるようです。悪くないな。怠慢で勝てば大規模な戦いをしなくて済む。任せろ、ボコボコにしてやるぞ。しかし、以前のやつとは何かが違うようだ。とてつもない殺気を感じる。おい、どうした？返事がなければ全力で攻撃するぞ。ふ、よかろう。その勝負受けてやる。フランよ、行け。よっしゃ、やったるぞ。フランさん、気をつけてください。前回よりもさらに強くなっていますよ。ふん、フランに勝てると思ってるのか。人間クレイが、今回こそミンチにしてやる。フラニアス、そいつを人間と思うな。戦闘力だけなら我々と遜色ない。おしゃべりはここまでだ、こいや。殺せてやる。帰り道にしてやる。小娘、今回は最初から全力だ。やはは、こっちも全力だ。あの小娘の闘気が凄まじいな。死ね。うわぁ、フラン、まだだ。俺様の技で死なないだと。フランさん、必殺技です。全力目つぶし攻撃。貴様、許さんぞ。ち、あれを耐えるだと。隊長、両者ともかなりのダメージです。どちらが勝ってもおかしくないですよ。むむ、なぜだ。ここだー。やったー、フランさんの勝利です。俺様が。エルドアス、あの子娘。ルシアス、気がついたか。いや、あの子娘だけではないな。おそらく全員だな。なるほど、そういうことか。一度ならずにとも俺様が負けるとは。グラニアス、相手の力量がわかったか。納得できねえ、なぜだ。マリサ隊、約束通り今回は飛行。これに懲りてもう攻撃しないでほしいんだがな。ふっ、次はこうはいかん。こちらも本気を出す。何度来ても返り討ちにしてやるぞ。絶対に、しません。さらばだ。ふっ、撤退してくれましたね。お嬢ちゃん、怪我の具合はどうだ。ギリギリ大丈夫だぞ。本当にお疲れ様でした。真のごとき戦いであったぞ。とにかくフランさんの治療をしましょう。うむ、そうだな。本人は大丈夫と言ってるが重傷だ。隊長、次は本気で攻撃すると言ってましたね。どの程度の攻撃か予想もできません。ただ間違いなく大規模な戦闘になるでしょう。防衛力強化を急ぐ必要があるか。
あまり時間は残されていないかもしれません。隊長、存在の収容場所に、砂岩の敷石を張り終えました。これで見た目がかなり綺麗になりましたね。おお、良い感じになった。他の場所もなるべく床を石材にしたいところですよ。あれ？なんだか見慣れない機械があるな。それは破片インヒビターだの。オルジーさん、それはなんだ？簡単に説明すると、存在を沈静化する機械だの。へえ、すごい、そんな機械を発明したんですね。中級の存在は拘束を逃れようと必死だ。そこで奴らから採取したバイオフェライトを利用し、動きを鈍化させる機械を作ったのだ。脱走されては危険だからな。これからさらに凶暴な存在が現れるかもしれません。絶対に拘束が解かれないよう対処が必要です。引き続き強力な拘束具を研究する。よろしくお願いします。やっほい、みんな、怪我が治ったぞ。お、もう大丈夫なのか。やはは、楽勝だぞ。あの怪我を2日足らずで完治させましたよ。化け物かよ。よし、フランが完治したので、ボイド換気を始めていくぞ。皆さん、儀式の場に集合しましょう。さて、また新しい存在と相まみえることになります。前回の存在はかなりの強敵でしたよ。おそらく今回も厄介な存在だろうの。ふん、ボコボコにしてやるんだ。力で解決できればいいのですが。ふ、その時は私の天才的な頭脳で解決する。このマリサ様に、すべて任せるのだ。かろうじて、闇の使者グラニアスとの決闘を、無事に制したマリサ隊であった。しかし、モノリスをめぐる熾烈な戦いは、まだまだ続くのである。